どうも、うるまです。本日の動画はですね、ちょっともろもろシューズ系をまとめた動画にしようと思っておりまして、そのね、まとめた内容っていうのが、もう僕自身がですね、普段のファッションジャンルが、まあストリート系のファッションだったりとか、あと古着とかそういったものをね、多用して、日々コーディネートを組むことが多いんですけど、多分ね、このチャンネルの視聴者さんも、そういったジャンルの方は好きな方多いと思いますし、やっぱり市場的にも古着ブームっていうのが年々高まってきてるところで、そこに自分の好きなストリートのニュアンスを落とし込みながら、日々ね、ファッションを楽しんでるわけなんですよ。っていう中で、今回の動画では、このストリートファッション、古着ファッションに、ぜひ取り入れてほしいシューズ10選っていうのをまとめてきたので、ご紹介していこうと思います。まあね、別の動画とかでまたおすすめのスニーカーとかいろいろねまとめようと思うんですけど、まあ、ここはねやっぱ自分の好きなジャンルというか得意なジャンルっていうのをまずまとめようかなと思ってて、プラス今回まとめたシューズ類に関しては全てですね、自分が手持ちで持ってるアイテムだったりとか、すでに履いたことがあるものだったりとか、まあ、実体験に基づいたおすすめになってくるので、参考になる部分もねあると思うので、よろしければですね動画最後まで見てもらえたら嬉しいです。このチャンネル自身はね、スニーカー系とかそういったわけではないんですけど、やっぱね靴好きだったりとかシューズ好きって結構イコールだったりすると思うんだよね。普通の人からしたらもう一足二足で十分じゃったところを、もう何足も何足も持ってて、もうね毎日履ける靴なんて限られてるし、なんなら月30日とかあって毎日ね一足ずつ変えたってもう30足じゃないですか。まあ、それでも異常なんですけど、もう30足以上やっぱ持っちゃうもんね。ただねこれに関してはちょっと言い訳になるんですけど、シューズのバリエーションが多いと、まあ、ローテーションが組めるんで、靴のね負担だったりとかそういったものを分散できるからこそ、まあ、好きなスニーカーとかねシューズたちが、まあ、寿命長く履けるところで言い訳を持ちながらねたくさんの靴を買ってるわけなんですけど、という感じですね、前置きは以上といたしまして、こっからですね冒頭でも言ったように、まあ、ストリートファッション、古着ファッションにぜひ取り入れてほしいシューズ10選っていうのをブランド別にねいろいろ区切って紹介していこうと思います。はい、それではですね、一つ目のブランドからおすすめの方ですね、上げていこうと思うんですけど、一つ目のブランドはナイキになります。このナイキからですね、三つのモデルの方をピックアップさせてもらってるんですけど、まあ、自分自身もね、ほんとナイキのシューズには日々お世話になってるところで、もう普段のね、コーディネート組むには欠かせないモデルがたくさんあるんですよね。はい、というわけで、そのナイキからおすすめの一足目のスニーカーですね、このストリートファッション、古着ファッションにぜひ取り入れてほしい一足目がこちら。はい、もうこちらですよ。モデル名がですね、ナイキのエアフォースワンになります。もうこれに関してはですね、このチャンネルでも改めて紹介する必要があるのかっていうぐらいなんですけど、もうほんとねこれがないと困るぐらいの靴ですね。もともとねバスケットシューズで生まれたものなんですけれども、やっぱりこのねシンプルイズベストなルックスと、まあ、程よいボリューム感でね、まあ、それとファッションの足元にね、まあ、欠かせないものになってるんじゃないかなと思いますね。まあ、自分的にナイキのエアフォースもすごい人気じゃないですか。もういろんなショーに入ってるの見るんですけど、あのねどんなジャンルにもおすすめのスニーカーが正直ないなっていうのは別の動画でも言ってて、あのねさっき言ったように程よくボリューム感もあったりとか主張も強いんですよ。なのであんまり細めのファッションの方とかが履いたりするとなんか足が変に浮いちゃったりとかそういった印象もあるのでっていうね注意点もあるんですけど、今回の動画に関してはもうそういったファッションとかあと古着ファッションとか比較的ねルーズな着こなしが多いファッションジャンルになってくるので、まあそうなってくるとね足元こんぐらいボリューム持たせても全く問題ないところで、まずおすすめのね一足目として挙げさせていただきました。でプラスでエアフォースに関しては自分は色3つ使い分けてて、まずね定番のこちらのホワイトを履いてるのと、あとはですねこれもね手元にあるんですけど、これエアフォースワンのブラックですね。俺ねホワイトをずっと履いてたんですけど、ブラック履き出してからもう1年ちょっとぐらいなんですけど、なんでもっと早く買っとかなかったかっていうぐらい、まあ、公開するぐらいねめっちゃ活躍してる一足なんですよね。でねブラックのいいところはさっき言ったようにホワイトだと足元にね変に悪目立ちする人とかそういった基本足もなってしまいがちなんですけど、ブラックはですね結構沈んだ印象にもちろんなってくるので、ボリューム感もありつつ皮膚のファッションにねすごく取り入れやすいんですよね。あとねレザーの質感とかも結構ねツルッとしてるんですよっていうところもあるから、まあ、若干革靴っぽいというか、まあねドレスシューズとまでは言わないんですけど、程よいなんか黒のブーツ感とか革靴感があるから、なんかねこのエアフォースワンの中でも特に取り入れやすい一足なんじゃないかと思いますね。なんでね普段綺麗めだったりとかモードなファッションする方は白のエアフォースワンとかよりこちらねブラックのエアフォースワンから取り入れてみてもいいんじゃないかなと個人的には思いますね。でですねあともう一足あるんですけど、こちらですね、はい、これブラウンカラーのキャメルカラーのねエアフォースワンも最近はね、まあ、定期的にリリースされたりとか結構市場でも人気でね出回ってるわけなんですけど、まあ、自分はねこのエアフォースワンを使う時はなんかちょっとブーツっぽい気がしてしたい時、そんな時にね使おうと思ってる、プラスカジュアルなファッションに映えるんですよね。それこそデニムだったりとかカーゴパンツとかそういったキャッシュの時にねこういうキャメルカラーのシューズってすごく相性がいいので、なんかブーツほど重厚感今日持たしたくないけど、けど色味はなんかキャメルでちょっと足元合わせたいなって時に意外と選択肢がないんですよね。なんでエアフォースワンの中ではこの3色を使い回しております。まあ、ちょっと着こなし例とかいくつか挙げてみようと思うんですけど、こんな感じのところですね。はい、うん、あとはこんな感じ、あとはこんな感じで合わせております。
います。はい、という感じですね。続いて2足目のおすすめスニーカーなんですけれども、2足目のスニーカーがこちら、はい、ナイキのダンクですね。ダンクも本当に人気で、特にこちら画像を出してる通称パンダですね、黒白モデルのことを言うんですけど、パンダに関してはもう常にリストックというか再販売されるたびに、こんだけ再販売を繰り返したのにまた完売また完売みたいな、全然数が足りないですよね。もちろんね、販売数とか供給量っていうのは多少のねバランスは取ってるとは思うんですけど、あ、プレでこそねやっぱ定番リリースされてるからこそ、まあ、付きはしないけど、なかなか新品で普通に店頭で買うのが難しいモデルっちゃモデルですよね。でね、俺自身もパンダの黒白タンク履いてるんですけど、ほんと履きやすくて、まあ、これなんといっても色味がモノトーンで使いやすいからね、まあ、いろんなファッションで落とし込めるのと、あとダンク自体が結構ねフォルムが細いんですよ。あまりボリューム感がありすぎないので、もちろんワイドなパンツにも落とし込めるし、比較的に細めというかストレートパンツのねシルエットにも合ってくるので、割とねパンツのシルエットも選ばないし、ファッションのジャンルも選ばないってところで、やっぱりこれは、まあ、欠かせない一足かなって思うんですよね。もちろん、ね、ダンクのスニーカーの中にもいろんな配色があって、例えばこんな感じとか、はい、俺はねこのイエローとかたまーにね履いたりはするんですけど、まあ、登場回数自体はやっぱりあんま多くないかな。どうしてもパンダに手が伸びがちというか、まあ、人気な理由が本当わかる一足ですね。なんで先ほど言ったようにこちらのダンクのね黒白モデルに関しては、販売とかね再販売のたびに結構完売するモデルがあるんですけど、二次列価格ですね。例えばスニダンとか、あとはねフリマアプリではそういったところを見てみても、まあ、プラス1000円2000円ぐらいで今ね流通してるモデルなので、まあ、店頭で買い逃した方はねそういったところで買うのもおすすめなので、ぜひですねそちらからチェックしてもらえたらと思います。はい、それではストリートファッション、フレグファッションにおすすめなスニーカー3選目なんですけども、ナイキからこちらです。はい、エアジョーダン1でございます。やっぱね、エアジョーダンシリーズってもういろんなモデルがあるじゃないですか。例えばこんな感じね。はい、エアジョーダン4とか、あとこんな感じ。はい、エアジョーダン6とか、いろいろね、あったりはするんですけど、俺はね、4とか6も好きで持ってるんですけど、ボリューム感がありすぎて、意外とね、取り入れづらかったりとか、配色もね、強めのものが多かったりして、変にね、足元が悪目立ちしがちなんですけども、やっぱね、エアジョーダン1に関しては、やっぱ、なんといってもダンクに近いかなと取り入れやすいんですよね。まず、フォルム自体もね、これダンクに近くて、シュッとやっぱ細いんですよ。なので、いろんなボトムとかいろんなファッションスタイルもハマるし、やっぱ色展開も豊富で、まあ、モノトーンなものからちょっと色のあるものまで、いろんなね配色があるんですよ。プラスね、なんかエアジョーダンで聞くと、なんかプレッテルとか、なんか高い金額払わないと買えないとか、そうやってね、印象を持ってる方もいると思うんですけど、まあね、そういったね、なんかプレッテルがついて定価以上で販売されてるものって一部で、まあ常にね、いろんな配色のものがリリースされてるので、なんか自分的にね、これだって一足を見つけていただければ、まあ、そんなにね、高いお金を払わなくても買える一足なんですよね。まあやっぱね、エアジョーダンの中で自分が押されたところで言うとこんな感じ。はい、このグレーベースのね、それ使いやすい、まあ、綺麗めなねパンツとかそういったものにも落とし込めましたし、あと最近で言うとこちらかな、はい、やっぱシカゴですよね。レッドとブラック、このホワイトのね配色が、まあ、やっぱ使いやすいんだけど、まあ、着こなしの中しっかり映えてくれるところで、だもちろんねシカゴっていうモデル自体がエアジョーダン1の中でも特別なモデルではあるっていうのは知ってるんですけど、やっぱねそもそも使いやすいっていうのがね、まあ、ルックスもかっこいいところにやっぱ人気の高さっていうのがねやっぱり理解できるんですよね。はい、というわけで自分的に思うストリートファッション、古着ファッションにおすすめなスニーカー10選の中で3つ、ナイキからですね、ご紹介させていただきました。で、続きまして、次のブランドに移っていこうと思います。で、続いてのブランドがこちら。はい、アディダスですね。アディダスに関しても自分的にはね、ストリートでぜひ履いていただけるシューズ解説ありますので、ぜひご紹介していこうと思います。はい、それではアディダスから1つ目ですね、ストリートファッション、古着ファッションに合うスニーカーがこちら。じゃん。はい、スーパースターでございます。やっぱこのサイドのねストライプのデザインが映えますし、やっぱねそのスーパースターといえばこのヒップホップアーティストが多く着用しているところで、ストリートシーンにもねかなり根付いてますよね。このアディダスのブランドの中でこのストリートで映えるスニーカーってそこまで正直多くはないかなって印象で、例えばねこのアディダスの中で定番モデルとして言われているのが今ね紹介しているスーパースターと、あとスタンスミスですよね。もう一度は聞いたことあるモデルだと思うんですけど、このねスタンスミスだと定番モデルではあるんですけど、ちょっと優等生すぎるというか、まあ、着こなしの中でスタンスミスが埋もれちゃってなんか負けちゃうことがあるんですよ、足元的に。自分の感覚の話になっちゃうんですけど、っていった中でもうスーパースターはもう絶妙なルックスと存在感で着こなしの雰囲気をそこだけグッとしてくれる一足だと思うんですよね。でやっぱりね定番的なカラーリングで言うとこちら、はい、このホワイトのねスーパースターに関してはまず欠かせないものだと思いますし、自分もね持っててよく履いてるんですけど、まあ、最近はですねこちら、はい、このスーパースターのブラックに関してもやっぱりそういったファッションとかね取れてる方に関しては履いてる方多いですね。これもねワークパンツだったりとかカーゴパンツとかデニム、もういろんなパンツに相性がいいので、まあ、シルエットを問わずね、だからこそ人気が高いんじゃないかなと思いますね。いや俺自身もねスーパースターちょっとブラック欲しいんだよね最近。なんでねまた近々購入品紹介とかで紹介する日もね近いと思うんですけど、その時はね優しい目で見てもらえたらと思います。はい、それではですね続いてアディダスからですねおすすめな2足目のアイテムなんですけども、こちらになります。はい、
アディダスのこちらも定番モデルのキャンパスでございます。ちょっとね、サイズのストライプデザインが入ってるっていうところで、まあ、スーパースターの若干近いところあるんですけど、やっぱちょっとね、アイテムの雰囲気違うんですよね。なんかスーパースターが表面がね、結構スムースレザーとか、まあ、つるっとした表情のレザーなんだけど、このキャンパスに関しては、もう毛足の短いスウェード素材が使われたスニーカーなんだよね。やっぱこれはね、ヒップホップアーティストというか、そういった方々がね、多く取れてるところで、ファッションシルなんか根付いてる一足ですね。で、個人的にキャンパスのいいところでもあり、若干悲しいこともあるんですけど、キャンパス定番モデルなのに、ちょいちょいセールになるんですよね。例えばネイビーとかグレーとか、まあブラックとかそういったカラーがあるんですけど、例えばこんな感じで。けどシーズン少しだけ外れると、なんか6000、7000、8000ぐらいとか、突然のセール価格になるから、例えばさ、ナイキのエアフォースとかそういったものって、定番モデルであればセールしないんですよ。販売時期でもないから。なんだろうね、アディダスにちょっと多い気がするんだよね。なんかスタン・スミスもたまになんかスーパースターとかもたまになんかセールになったりとかするし、もちろんね、限定モデルとかそういったものはわかるんですけど、キャンパスもね、もうちょっと大切に扱ってほしいなって思いつくですね。なので今言ったように、まあ、セールをね、うまく使って定番モデルを、ね、手に入れるっていうのも、ぜひね、やってほしい手法なので、まだね、キャンパス履いたことないとか、まあ、少しでも、ね、安くスニーカー買いたいって方は、おすすめモデルの一つですね。はい、というわけで、アディダスから2つのモデルですね、ご紹介させていただきました。では、続いてのブランドなんですけども、こちらになります。はい、続いて紹介するブランドがですね、バンズになります。バンズからもですね、2つのモデルの方を紹介させていただくので、早速紹介していこうと思います。まず、バンズからはですね、こちら。はい。おすすめなのがこちらオーセンティックですね。自分的にはエラとかよりもオーセンティックの方がなんか雰囲気好きなんですよね。あの違いで言えばなんかここのねよーく見るとこれなんかコンバースのオールスターというかそんな感じに近い感じがあるんですけどエラだとここにねクッションが入るんですよ。なんかねエラのボリューム感より俺はオーセンティックのね方が好きなんだよね。確かにバンズのスニーカーの中で一番最初のモデルがオーセンティックかな。スリッポンだったらオーセンティックかちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、そういった歴史の背景もあるからこそ俺やっぱこっちを押したいなと思うんですよ。でプラスこのバンズのいいところってやっぱスケーターファッションってすごい根付いてるじゃないですか。すごいディッキーズのワークパンツにこのオーセンティックとかスリッポンみたいな。プラスこのオーセンティックに関してはまた履き込んでちょっとボロくなってるオーセンティックもかっこよかったりするんですよね。なんかダメージのデニムと合わせるとちょっとグランジっぽいファッションを楽しめたりとかそういった印象もあるのでもちろん新品で綺麗に着るのもかっこいいんですけど俺的にはねなんか履き潰してヨレヨレになったオーセンティックもね表情豊かでかっこいいと思うのでぜひしかも一足まあ値上がりね昔と比べて若干してるんですけど4000円とか5000円ぐらいでね。ある程度スニーカーの中で格安で買えるスニーカーの一足なので、まあ、ぜひですね、またコンバースのオールスターしか履いたことないとか、そういった方にね、ぜひ取り入れてほしい一足ですね。で、自分的には、この、ね、定番の黒白もいいと思うんですけど、こちら。はい。このトゥルーホワイトね、この真っ白のモデルに関しても、サーフストリートとかね、スケーターファッションとかに、ぜひ取り入れてほしい、なんかいいビジュアルのスニーカーだと思うので、こちらもですね、参考してもらったらと思います。はい、それではですね、続いてバンズから二つ目のおすすめモデルなんですけども、こちら。じゃん。バンズのスリッポンの、個人的にはチェッカーフラッグですね、おすすめでございます。こんな感じのね、あのね、もちろんこのチェッカーフラッグってバンズの中でもね、定番で、オールロスクールとか、スケーターハイとかね、そういったモデルにもあったりするんですけど、やっぱり、スリッポンのね、このチェッカーフラッグは、可愛いなって思うね。このアイテムに関しては、個人的にカーゴパンツとか、そういったものと合わせるよりは、やっぱり、まぁ、あ、ディッキーズのワークパンツとか、あとはデニムね、ブルーデニムとか、やっぱそういったものと合わせるとね、やっぱ雰囲気上がるなって思うんですよね。バンズといえばね、先ほど言ったように、スケーターファッションの足元の代名詞だと思うので、やっぱスケボー乗る人ってさ、やっぱデニムとかワークパンツ多いじゃないですか。まあ、だからこそね、ビジュアル的な印象がついてるとなるんですけど、やっぱいいですよね。で、これも、バンズのいいところって、やっぱ値段が安いんですよね。このスリッポンに関してもやっぱ4000とか5000で買うこともできますし、まあ、しかももともとね、スケボーシューズだから、ところどころにしっかり補強されてるからね、5000円の割にしっかり強度も強いんですよ。全然へこたれないんで。実はですね、めちゃめちゃコスパの高いスニーカーなんですよね、バンズって。それこそね、今回は紹介しないんですけど、オールドスクールとか、スケーターハイに関しても、かなり頑丈で、そうそうヘビーなスケボーやらない限りはなかなか至らないですからね。でね、このバンズを紹介するにあたって、このオールロスクールとかスケーターハイどうなんだってところもあるんですけど、俺自身もね、ハイ持ってるんですよ。なんだけど、もうやっぱ、なんか個人的に今、このサイドのストライプ線、このラインが別になくてもいいかなって思うんだよね。あれ、時にね、サイドの白いラインが若干邪魔だったりする時もあったりして、ファッションの中で。なんで今回は取り入れやすい、ぜひ取り入れてほしいところで10選選ぶところだったら、もちろん好きなモデルではあるんですけど、まあオーセンティックとスリッポンが個人的にはおすすめかなと思うので、開けさせてもらったんですよね。いや、だから履いてるからこそ迷うんだよね。はい、それでは続いてのブランドに移っていこうと思います。ここまでで7つかな紹介させてもらって、あと3つになるんですけども、こっからはですね、ブーツとかね、そういったものに入っていこうと思います。で、続いて紹介するブランドがこちら。はい、ティンバーランドですね。まあ、個人的にはナイキと同じぐらいティンバーランドにはですね、ほんと足元助けてもらってるので、ほんとにおすすめしたいブランドの一つなんですよね。まあ、そんなティンバーランドの中でおすすめな1足目がこちらでございます。はい。
これはね、俺本当に履いてる一足なんですけども、モデル名がですね、ティンバランドのプレミアムウォータープルーフブーツですね。で、今ね、手に持ってるのがこちらブラックになるんですけど、まあ、代表的なところで、まあ、イメージで多いのはこっちかな。はい、このね、ウィートカラーというか、このキャメルカラーの方が、このティンバランドのブーツとしてはね、印象深いんじゃないかなと思います。まあ、自分としてはね、このキャメルカラーもブラックカラーもどちらも好きなんですけど、たまたま、ね、今日履いてたのがブラックだったので、手に持って紹介させていただいております。まあ、なんといってもティンバランドのブーツに関しても、やっぱストリートファッションにしっかり根付いてるよね。ヒップホップアーティストもよく履いてるし、まあ、ストリートファッションでもね、多く取れてる方も多いよね。しかも最近ティンバランドの勢いがすごくて、もともとね、定番的なブーツで歴史のあるブランドではあるんですけど、今までティンバランドを扱ってないショップさんだったりとか、あとはいろんなブランドがコラボしたりとかして、ほんと勢いに乗りに乗りまくってるブランドなんですよね。まあ、その中でも代表的なね、こちらのプレミアムブーツ、まあ、ぜひみんなに履いてもらいたいなっていうぐらい俺もお世話になってるんですよね。で、こうティンバランドを履いてたりすると、結構いただく質問とか、疑問点とかあったりするんですけど、ちょっと B-boy ファッションっぽく見られませんかとか、いう風にね、結構心配する方もいらっしゃって、まあ、逆に、まあ、もちろんね、わかるんですよ。ちょっと地元の怖い兄ちゃん履いてたなとか思ったりするんですけど、まあ、そういった方はもう個人的にはね、キャメルカラーとかね、もう定番の方もおすすめなんですけど、このブラックに関しては、もう本当にただただ使いやすいブーツなんですよ。履きやすいし、まあ、ティンバランドって重くないですかとか、そういったこともね、結構言われたりするんですけど、しっかりね、適正サイズを選んでいただければ、もうめちゃめちゃ足疲れないし、本当に歩きやすいんですよ。で、嬉しいことにですね、こちらのブーツに関しては機能性も高くて、もう完全防水なんですよ、このルックスって。なんか世界初の完全防水かな。なんかそういったね、ところも確かあったはずなんですけど、もうルックス機能性ともにですね、申し分ないものになってるので、ぜひぜひ皆さんにも履いてもらいたい一足なんですよね。で、お値段的には2万5000か3万円ぐらいかな。まあ、並行輸入のショップとかで買うと少しね、安くは買えるんですけど、まあね、シューズにしては安いものではないんですけど、本当にね、丈夫で長く履くこともできるので、もうぜひこの機会にチェックしてもらいたいシューズの一つですね。で、このね、ティンバランドのブーツに関しては、もう週の中でも1回は絶対履くかなってくらい履いてて、もうエアフォースと同じぐらいの頻度で履いてるかな。ほんとそのぐらいおすすめだし履きやすい一足ですね。はい、そんな感じです。熱弁して紹介してるティーバランドなんですけども、その中でですね、もう一足おすすめのモデルがございまして、続いてのモデルがこちら、はい、ユーロハイカーでございます。やっぱりティンバランドの中だと、さっき紹介したブーツだったりとか、あとはモカシンね、デッキシューズみたいなこちらになるんですけど、このね、二つのモデルが結構代表的なところで見る方も多いと思うんですけど、最近やっぱこのユーロハイカーがすごい勢いを伸ばしてて、ショップさんとの別注だったりとかね、取り扱いショップさんも増えて、すごい勢いを取るモデル一つなんですよね。まあ、見た感じわかるように、なんかトレッキングシューズというか、なんかアートドアルックスではあるんですけど、意外とね、なんかアーティストさんとかスーファッションの中でもね、昔から結構根付いてるところ で、まあ、自分的にはね、スウェットパンツとか、まあ、デニムとかそういったものをブーツインしながら渋くね、履いてみてもものすごくかっこいいと思いますし、俺このユーロハイカーちょっと今欲しいんだよね。めちゃめちゃ渋いじゃん、見た目が。なんかね、ほんと加工デニムというか、ダメージデニムみたいなものをズルズルね、なんか引きずりながら、このユーロハイカー合わせたら、もう激渋なカジュアルファッションというか、古着ファッションというか、スタイルができるんじゃないかなと思って、今狙ってる一足なんですよね。といった感じでね、プラスティンバランドといえば、さっき紹介したね、ブーツだったりとか、デッキシューズ、そういったものを履いてる方が多いからこそ、なんか今ね、ユーロハイカーを履いてるのは、え、それどこのみたいな。あ、これティンバランドなんだっていう方もね、有名なモデルがあるんですけど、まだまだね、知名度的には、その2つのモデルと比べたらね、低いところではあるので、ぜひこのタイミングで取れてほしい一足ですね。はい、というわけで、ティンバランドのご紹介はこの2つのモデルですね、になります。で、次が最後かな。次が10個目のおすすめシューズになるんですけれども、ストリートファッション、古着ファッションにぜひ取り入れてほしいシューズ10選の10個目ですね、のブランドがこちら。はい、クラークスになります。もうここまで来たらね、何を紹介するか、もうちょっとわかる方はわかると思うんですけれども、モデルがですね、こちら。はい、じゃん。こちら、ワラビーでございます。もうね、ワラビーは、本当に多いよね。これはね、もう定番的なワラビーになるんですけど、最近はね、こちら。はい、このワラビーとゴアテックスのモデルに関しても結構人気で、これはね、もうはや、ストリートファッションというか、もうね、いろんなファッションジャンルの人が履けるものだと思うんですけど、まあ自分的にはね、このワラビーどういったところがおすすめかっていうと、ほんとね、カジュアルボトムスとめちゃめちゃ相性がいいんですよ。逆に、なんかスラックスとか、キエラパンツでね、合わせようとすると、あ、別に、まあ、わざわざクラークスのワラビーじゃなくても良くないと思うんですけど、まあカジュアルボトムスっていうところになったら、まあ、この合わせやすさで言ったら、もうトップクラスな、まあ、革靴だと思うんですよね。この軽くね、四角ったい、まあ形で言えばね、ちょっとポテッとした形はあるんですけど、このね、程よいボリューム感が足元をね、彩ってくれるんですよね。で、色に関しても、こんな感じで、オフベージュというか、綺麗な色味になるので、程よくね、着こなしにカジュアルな雰囲気をプラスしたい時にぜひおすすめな一足なんですよね。で、表面のね、素材に関してはスウェード素材になってるんですけど、このスウェードの素材もね、これ見てもらったら分かる通り、毛足がそんな長くないので、まあ、カジュアルなルックスになりすぎないところもすごいおすすめですね。で、このね、ソールに関しても俺はね、すごい好きで、それね、履いてると衝撃をね、程よく吸収してくれて、足疲れないんですよね。で、これは豆知識で、自分はね、このクラークスのワラビー買った時に、店頭で買わせてもらったんですけど、ショップのスタッフさんがね、このクラークスのワラビーを履いてる時の注意点としては、ま
もちろんね、いろんな手入れとか、いろいろあるんですけど、ガソリンを踏まないでくださいって言われたのがすごい印象的で、このね、ソールがガソリンを踏むとね、溶けるらしいんですよ、性質上。なので、ガソリンだけは踏まないでくださいみたいな。まあ、なかなかガソリンを踏むシーンってないんですけど、まあ、ガソリンスタンドとか、そういったところで言うと、例えば油かったりするかなとかあるかもね。なんでね、ちょっと豆知識として頭の片隅に入れていくといいんじゃないかなと思います。もちろんね、このクラークスのアルビンに関しては、このね、ベージュだけじゃなくて、こちら、はい、ブラックとかいろんなカラーがあるんですけど、まあね、より使いやすいところで言うと、やっぱブラックだと思うんですけど、やっぱりカジュアルファッションとか、まあカーゴとかデニムとかそういったね、着こなしが多い方は、自分的にはね、こちらのベージュカラーもおすすめだと思うので、俺はね、ワラビはこっちの色しか持ってないんですよ。なので、ぜひね、少しでも参考になればなと思っております。このワラビに関してもね、いろんなコーディネート合わせやすくて、こんな感じですね。はい、合わせて。おります。はい、といった感じで今回の動画ではトレンドファッション、古着ファッションにぜひおすすめしてね、取り入れてほしいシューズ10選の方をご紹介させていただきました。またね、別の動画の方で、まあ今ね履いてほしい黒スニーカーとか白スニーカーみたいなものもなんか動画でまとめられたらいいなと思いますし、まあ今このトレンドでね、これからぜひ履いてほしいモデルっていうのもぜひね、まとめてどっかで動画しようと思ってるので、まあこんな動画見たいよとか、こんなまとめ見たいですよってところをぜひですね、コメントなんかいただければ、動画制作のね、参考にさせていただきますので、ぜひですね、どしどしコメントいただけたら嬉しいです。はい、というわけでですね、動画の最後に簡単なお知らせなんですけれども、先日ですね、こちら、はい、私の運営しているブランドのですね、オープンアクトの 2023SS シーズンのニューアイテムですね、そちらの方をリリースさせていただいておりまして、すでにですね、こちらが受注販売を開始してるんですよね。なので詳しくはですね、概要欄の方に商品ページとかアイテム詳細ですね、載せさせていただいていますし、あとで、ね、紹介している動画に関しても少しね、気合が入った紹介で長い尺になってしまってるんですけども、もうそんぐらいね、気合の入った商品ラインナップになってますので、もしお時間があればですね、そちらもチェックしてもらえたら非常に嬉しいです。はい、それでは本日の動画も以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。